試し引き。はい、今日はですねこちら渋谷に来ておりまして新装開店ということでミュージックランドキーさんこちらにお邪魔しようと思いますが来ました。はい、お、綺麗、綺麗な店内ですね。あ、下田さんじゃないですか。お久しぶりです。もうお花がいっぱい、お花の香りがこう漂ってますけれども、さすが新装開店、綺麗な店内ですね。バッチリの。いかがですか調子は。いやもうこういう風に皆さんにお祝いしていただいてね、はい、あとこれから一新、まあ、お客さんも皆さん来ていただいて、うん、はい、盛り上げていけたらいいなと思います。渋谷をどんどん盛り上げてください。はい、ちょっとお店の中拝見してもよろしいですか。どうぞ。ちょっと消毒だけしてね。はい、はい、どんなコンセプトなんですかお店的には。こういう風にちょっと空間が広々してます。そうですよね、ぶち抜きというか、はい、うん、基本的にはやっぱりうちここに来てくださるお客様が喜んでいただける、まあ、うちにしかないような魅力のある商品を、うん、どんどん取り揃えていきたいと思います。確かに、はい、なんかこうキーさん仕上げになってますよね全て。ちょっと端から行っていいですか。ね、あ、この辺はエントリーモデルですね。バッカス、バッカスも最近ね、ローステッドメープルのやつとか。そうです ね、非常に人気で。この辺かなもしかしたら。あ、これですね、ローステッドメープル。これなんてもう2万円でお釣りくるんですもんね。きます、これ好評ですよ皆さん。テレ P90 乗ってるテレか、渋いですね。やっぱテレキャスって人気ですか。人気ですね。うん、はい、なんででしょうね。やっぱりこれすごっ。これローズ、ローズですかこれ。ローズですね。ローズです。え、これ値段ついてないですけど、これいくらも売れてしまったんですか。あ、そうなんですね。ジョージ・ハリソンじゃないですかこれ。こんなんあるんですね。だいたいいくらぐらいですかこれ。これで3万円ぐらいです。すごっ、こんなのあるんですね。すごいな、バッカス。やっぱりね、テレキャスターとか、最近だとジャズマスターとか、ね、シングル2発のやつとか人気ありますけれども、なんかね、パリッとした、ジャキッとした、はい、うん、あ、こちらのブランドは、これはバジリスクって言いまして、うん、うちはちょっとオリジナルで、やらさせてもらってるギターです、ね、なんかこう、ポールピースでかくて、そうですね、やる気ある感じですよね、このガツンといくぞっていう。ちょっと出力は高くて、沈まして、ね、音楽でもこうガンガン使えますよと。そうですね、24フレットあるんで。はい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 、こういうね、まあテレキャスをかき鳴らすのかズンズン行くのか、君はどっちだということですね。はい、で最近だとその客層っていうか、そのキーさんやってらっしゃったじゃない、ずっと渋谷でやってらっしゃったと思うんですけど、どんな方が多いですか。やっぱり渋谷ならではの、うん、やっぱりちょっとこう若者、若者ももちろんそうなんですけど、もうガンガンのこうハードロックなっていう感じよりかは、はいはい、やっぱりこうポップ的な。あ、そうなんですね、はい、ポップロックな感じが多いですね。近くに割とロック色の強いライブハウスあるから、ゴリゴリロックかなと思ってた。そんなこともないですね。そうですね、みんな洒落てますね。洒落てますか、渋谷ですからね。でこれちょっといろいろ見てたんですけど、これ3ドッツ。そうです、これ増崎さんのね、ディメンジョンの、はい、これやっぱいいですか。これめちゃめちゃ気になってるんですけど、いいですね、ね、す増崎さんが作って、あのサドウスキーのね、菊池さんがそうですやってらっしゃるんで、もうまあ間違いないでしょうと。ね、プロギタリストの方もいろいろ使ってらっしゃって、はい、でこれはプロビデンスかな。これそうですね、これまた渋い
往年のもう見ていただければね、はい、あれですよねって感じの、そう、志村さんがこれやってらっしゃいます、これやってますガンガンやってますね、はい、いやーこう改造ストラトというかこうねタップスイッチも独立した、そうですね、これねフロントとリア、そうですお仕事もう何でもこなしますよっていうですね、はい、2本クリームもあります、はい、でこれね、これちょっと紹介しましたけれども、これもおしゃれなモデルですね、うん、OWH、はい、これもポップでこういうやつもあります、なんか国産がすごく充実してる感じがありますね、ブランド、そうですね、うん、結構うちも昔から、うん、力入れてやってますんで、はい、今はそれは引き続きずっとオーダーの窓口としても、そうですね、ね、これドラゴンフライさん、はい、はい、ドラゴンフライさん、これはあれかな、ね、あのストップテールになってて、ちょっとこう、はい、面白いですよね。そうですね、ちょっとストラトの一回り濃くしたような感じで、うん、はい、これはスケールは特に普通のスケール、そうですね、ロングスケールで、ね、あのやつですね、このドラゴンフライさんって結構ね長いスケール、これは長いんですかね、もう一緒ですね、一緒ですか、はい、ね、長いスケールで有名なんですけれども、こういう感じ、あ、これ面白い、このシェイプね、あの独特の感じ、そうですね、ドラゴンフライの解釈によるレスポール型ですよね、まあ、確かにレスポール型といえばレスポール、まあ、シングルカットって言った方がいいですかね、 3P90 3P90 いいな、俺男気あって、で白と黒のねおしゃれ、今っぽいな、なんか今っぽい感じがしますね、うん、これもしかしたら長くないですか、違う、一緒です、ね、いや、な、20、これは、666mm でですよね、これで長いですよね、マローン、どなたかモデルかな、あ、パブロさん、はいはいはいこれはド派手、なるほどね、はい、で、ここら辺はライン6か、ライン6ね、バリアックスがこう入ったやつ、これ結構ハイエンドですよ、これは。これはもうバリアックス USA のね、はい、もう57万とこんなもあったり、ヤマハもあったり、パシフィカ、レブスター、はい、そしてあ、キャパリソンだ、キャパリソンってもともと日本のブランドなんでしたっけ、そうですね、昔からもう日本のブランドですね、なんか海外臭がすごい海外のブランドかなと思ってたらね、マティアス・エクルンドかな、はい、あのあたりとかね、ヤングギターでよく見て、日本のブランドってね、今は拠点がなんかどこにあんのかなみたいな感じ、ちょっとねウィキペディア見てください、皆さん書いてます、そう、元々日本のブランドの知ってましたか、皆さん、はい、でエキゾチック、エキゾチックは派手ですね、毎回いいですね、かっこいいですね、はい、でジェームス・タイラー、これはジャパン、はい、燃えるような塗装ですね、アイバニーズ、もう結構種類はすごい多いですね、そうですね、アイバニーズか、どのブランドも置いてある感じの、でもギブソンフェンダーないですか、もしかして、ギブソンフェンダーは今置いてないので、うん、逆にもうそこよりも、うん、うちはこういった国産のものを中心に置いて、うん、まあ、うちにしかないっていうのがやっぱりコンセプトになってきます、確かに確かに、はい、ここ PRS ありますけど、はい、もうほぼほぼね国産のブランドだったりとかですもんね、へえ、でこれですよ、やっぱりバンフラトン、これ一面、これね翼さんがやってらっしゃったりしますけども、
高の仕上がりがね、ジャズマスかっこいいですね。それぞれこの年代違いのこのね、ブロックインレイのやつもあると。マッチングヘッドがいいのかい、ブロックインレイがいいのかい、どっちなんだいっていう感じね。あ、いいっすね、このこれデラックスな感じ、これちょっと気になってんすよね最近。ワイドレンジハンバッカー、もう結構かなり忠実に踏襲してますよね。そうですね、なんかあのもうその伝統的ななんか小細工してないですよね。うん、どんずばいってる感じがあって潔いですねすごい、あんまりこうアレンジをもうせずにもうどんずば、まあこの辺りはねハム乗っけたりとかありますけど、うん、真っ向勝負という感じがしてます。なるほどね。あ、白いテレいいですね。ね、汚しがいいですね、濃いですね、はい、でベースコーナー、これフラートすごいですね。そうですね、これもギターとまあ同じような感じでやってますんで、うん、モデル的にはやっぱりねえ、プレーベこのカスタムカラーのプレーベどうでしょうか、一本ギタリストの方もいいんじゃないでしょうか。はい、スラッとアコギはどういう感じになってます？今ちょっと数的にはちょっと少なめではあるんですけれども、うん、はい、まあヤマハさんを中心に、うん、まあ、あとはクラシック、うん、でうちはどちらかというとその生ギターっていうよりかは、はい、うん、エレアコ、エレアコね、もしくはエレガット、エレガットを中心に。そう、ガット比率高いですもんね。そうですね。ね、ガットギターってね楽しいんですよ。なのでね皆さんね手に取っていただきたい、ぜひぜひ。そう。エレキ、エレアコ、まあスティール弦ってえてしてこうシャリシャリするじゃないですか。単音弾くとねちょっとなんだかなっていう時はあるんですけど、ガットギターね単音弾いても楽しいんで、なんかバッキングトラックとかにね。合わせていろんなソロ撮るみたいなね、そういうセッションができるんでいいと思います。はあ、ね、このケースかっこいいですね。これもうちのオリジナルの、うん、このっていうケースですね。入れ物この質感がツヤツヤでいいですね。このあれですよね、こう多少こう耐えてくれる感じのこの、そうですね、ハードじゃないですけどクッションもちょっと厚いですから、うん機材とか守ってくれると思いますね、まあ、オリジナル製品なんか今後もちょっと期待ですね、いろいろ、はい、っていう感じでいろいろ、あ、ここにもなんかすごいのがありますねこれ何トップですか、これ。これジリコテですね。ジリコテ、これはかっこいいな。今、はい、こんなの作ったらもうこの値段じゃ無理ですよね。いや無理だと思いますね、どうします、あの円安ね、まあここはねあの国産ギター多いですからあれですけど、うん、今後楽器屋さんとしてどうなんですかね、なかなか厳しい感じになってきますよね。いや、やっぱりどんどん厳しくなってきてますし、やっぱりこういったちょっとこう、ね、もう世の中に本数少ないような、そう価値のあるものっていうのはそこはもう絶えず、うん、あの人気はあるでしょうね。ね、だからこの辺ちょっとねもうこの価格はラストチャンスなんで、行きたい方はお早めに、ありますんでキーシブさんに、はい、これ木のね
もうカラーを存分に活かしたモデルですね。あ、これってスペックシートですよね。そうですね。これすごくないですか。すごいこれ普通紙があの封筒みたいに入ってるだけなんですけど、え、これ無垢？無垢ですね。そんなことあるんですね。これだけ？もしかしてこそっちと。そうですね。へー、どうしたんですかね。もうこのモデルは気合入ってたんですかね。ちょっと特別なモデルにあのプライベートストックの中でもなると思います。うん、へー、レーザーかな。レーザーですよね、こんな綺麗に。そうですね。素晴らしい、こういうのもついてる。はい、ということでありがとうございました。いろいろオープン、昨日オープンでしたっけ。そうですね。その翌日にお邪魔してまあいろいろまだまだね、あの今後こう整えていかれるということですけれども、はい、はい、ちょっとお祝いがてら来ました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。